こんにちは。どうぞ。です。もう授業が始まる時間です。やっぱり古典は源氏ですか。みなもちゃんだっけ？ゆえちゃんの友達らしいじゃないか。で、光源氏計画ってやつか。幼い子を自分好みに育てるんだよ。古典の常識だろ。まあ、そう怒るなよな。頑張ってこいよ、みなもちゃんにもよろしく。また明日な。教えていただこうと思って。文法はわかるんですけど、ほら、やっぱり長い文になると難しくって。だからちゃんと教科書の長文問題をねコピーしてきたんです。ちょっと多いかな。よかった。たくさん作って厚かましいとか言って怒られたらどうしようかと思っていたから。山吹色みたいですね。
ここが智也さんの教室か。いいな。よろしくお願いします、智也さん。白玉かなんぞと人の問いしとき、梅雨と答えて消えなましものを。そうなんですよ。でも必須でしょ。私、訳してみますから。私、頑張ります。もう少しですから。ヒントはダメですよ。もう、智也さん、もう少しですから。できました、智也さん。はぁ、ダメダメ。私が直接読むんです。いいでしょ、智也さん。では、キラキラ光る白い玉は何なのと女が聞いて、私は、あれは夜露というのだよと答えたけれど、いっそ、その時一緒に夜露みたいに消えてしまえばよかったのに。うん。それだけですか？他には感想は？ともやさん、褒めてくれないの？丸覚え？私のためにいろいろ準備してくれたんですね。みんなも感激です。これでテストに出ても大丈夫でしょうか。みなも流でもいいかな。でもこの女の人はいいですよね。憧れるな。成平に奪われて、おんぶされて逃げていくんですよ。あ、智也さんちゃんと聞いてない。
たしって、めったにないっていう意味ですよね。ありがたい。ありがとうの語源か。そう思うと、ありがとうって悲しいですね。感謝したいことがあって、でもめったにないなんて。悲しいな。私はいつも感謝していたいです。退屈じゃないんですか？よろしくお願いします。ありがとうございました。私、智也さんにはいつもありがとうって思ってるんですからね。俺だ、俺。今暇か？あ、ちょっと待てよ。智也、この前の勝負のペナルティ払ってなかったろ。2週間前しりとり合戦で負けたろ。負けは負けだろ。素直でよろしい。じゃあ1時に積み空駅前でいいな。遅刻すんなよな。じゃあな。友也、早かったな。まあまあ、10分は誤差範囲だろ。やっぱただコーヒーはうまいわ。ただだからいいんだ。あ、忘れてた。今日漫画の発売日だった。悪いけど智也、500円くらい貸してくれないか。俺さ、今日おごりだって言うから金ないんだよ。な、頼む、お願い。出ないと俺今晩眠れない。
感謝するよ。ありがとな。いい天気だな。俺さ、今から本屋に行くけど、お前来るか？それじゃあ勘定よろしくな。俺先行ってるから。遅かったな。帰ったのかと思ったぜ。みなもちゃんがいたぞ。きっとその辺にいるぜ。俺挨拶されたからさ、もうすぐお前も来るって言おうと思ったけど、当てにならないからな。お前暇だろ？ちょうどいいじゃないか。何やってんだお前。お前そんな趣味あったっけ。どうや、あの子に会ったか。なんだ、そうか。今
がないなら帰ろうぜ。それでさ、あと500円貸してくれ。もう一冊あったんだ。頼む、お願い。出ないと俺さ。最高、ありがとう、すまん。ねえねえ、今度はあっちのジェットコースター乗ろうよ。じゃあ絶対乗らなかったと思うよ。智也が一緒だったからね。あ、それよりさ、これからどうするの？
で時間に遅れちゃったんだけどね。お弁当？いいよ、私もお腹空いちゃったし。本当にわからないの？じゃあ行ってみてよ。それじゃあご飯も食べたし、次あのフリーフォールに行こっか。